今回からポケモンの解説を始めていくぜ。よろしく頼むわ。ということで今回解説するのはポケットモンスターシリーズに登場するポケモン、オーガポンだぜ。DLC 追加ポケモンの一体ね。ということで解説していくぜ。オーガポン、ポケットモンスタースカーレット、バイオレットの追加 DLC、ゼロの飛行前編緑の仮面のキーポケモンだぜ。北上の里に伝わる伝説のポケモンで、緑色の斑点を羽織った小さい鬼のような姿をしてるぜ。お面が特徴的で、この身につけているお面はテラピースらしき宝石があしらわれた特別製で、お面ポケモンの分類通り、それらと共鳴して様々なタイプの力を引き出す能力を持つぜ。この仮面がオーガポンの力の源らしいわね。4つの面を持っており、被る面によって使う力が変わるとされてるぜ。緑の面を被れば枯れた植物を生き返らせ、かまどの面を被ればろうそくの火を光々と燃やし、井戸の面を被れば川の流れをせき止め、石杖の面を被れば硬い岩もやすやすと砕いたらしいな。いつも被ってるのは緑の面であり、戦闘でも緑の面状態がデフォルトになってるぜ。緑の面が最も基本的なお面らしいわね。舞台となる北上の里の昔話では悪者と語り継がれており、鬼が山を根城にし、山に入った人を驚かせていたと伝えられるぜ。そしてある日怒り狂った様子で山から降りてきたところをトモッコによって追い返され、その際三つの面を奪われて力をほとんど封じられたとされるぜ。緑の仮面が開始され、表祭りを楽しんでる主人公の前に突如現れ、この時に素顔が明かされたぜ。緑の仮面配信前はオーガポンの素顔は全く公開されてなかったわよね。橙色の肌に前髪のように垂れている葉っぱ、上顎から伸びた2本の牙、さらに目には星のような模様が入っており、非常に可愛らしい容姿をしてるぜ。見た目が推しの子の星の目を彷彿させるため、一部の人からは推しの子とかけて鬼の子とか言われてるぜ。また、オーガポンはメスしか存在しないぜ。ピクニックや連れ歩きでは仮面を取っており、戦闘になると仮面をつけてるぜ。花園のようなお腹の中は4次元ポケットのようになっており、何でもしまうことが可能のようで、ここに気に入ったお面やコンボをしまっているようだな。お腹の中にお面とコンボを収納してるのね。また、お面やコンボだけでなく、ツタのような腕も収納してるようだな。普段は丸い両手を使っており、ツタは第二の両腕のようなものだな。トモッコたちが桃太郎の家来がモチーフになってることから、オーガポンのモチーフは桃太郎の鬼だと思われ、名前の由来も英語で鬼を意味するオーガプラスポンカンだと思われるぜ。北上の里のモデルが東北地方だと思われることから、ナマハゲやねぶたもモデルかもな。オーガポンの見た目が思ったより可愛くて驚いたわ。オーガポンは北上の里では悪いポケモンとして伝えられてるぜ。だが、本編で主人公と接したオーガポンは悪いポケモンとはほど遠く、性格は寂しがり屋で固定されてる上に、図鑑でも好奇心旺盛でいたずら好きなポケモンと書かれてるぜ。そもそも見た目がトモッコと比べてあんまり悪そうではないため、早い段階からプレイヤーから本当の悪党はトモッコの方ではないかと言われてたぜ。実際どうだったの？ここからは伝承の真実を話していくぜ。遠い昔、オーガポンはとある男と共に異国の地から北上の里に迷い込んできたぜ。だが、村の人々は自分たちと違うオーガポンと男の姿を恐れ、彼らを村に近づかせないようにしたぜ。彼らは村に歓迎されず悲しんだが、お互いがいれば幸せだったので裏山の洞窟でつつましく暮らし始めたぜ。オーガポンは男を愛していたようなのでもしかしたらこの二人は夫婦だった可能性があるぜ。人とポケモンの結婚は昔は当たり前だったらしいし、マジで夫婦だった可能性があるわね。ただ一人、彼らを不憫に思った村のお面職人は男が持ち込んだ異国の宝石を使って4つのお面を作ったぜ。それが緑の面、かまどの面、井戸の面、石杖の面だな。お面を被れば素顔を隠して村の人々と仲良くでき、オーガポンと男はお面職人の優しさに感謝したぜ。それから彼らはお面を被って村の祭りに参加するようになり、世にも珍しい輝くお面はたちまち噂になり、遠くの国々まで伝わったようだな。男もオーガポンもパルデア地方から来たのかもしれないわね。その噂を聞きつけ、数匹の欲深いポケモンがたちが里にやってきて彼らの住処に忍び込み、お面を奪おうとしたぜ。このポケモンがトモッコであり、偶然居合わせた男はなんとか一つだけお面を守ったが、他の三つのお面はそのポケモンたちに奪われてしまったぜ。少し経ってオーガポンが住処の洞窟に戻るもそこには争った跡と緑のお面だけが残っていたぜ。このことから、男はトモッコに殺害された可能性が高いぜ。トモッコが害獣すぎるにゃが、オーガポンは男を探すため、緑のお面をかぶって村に降り、輝くお面を奪って喜んでいたポケモンたちを怒り狂ってぶっ殺したぜ。だが、事情を知らない村の人々は何が起こったかわからず、怒り狂うオーガポンを見てその姿をとても恐れたぜ。
村人たちはあのお面を奪った3匹のポケモンたちがオーガポン、つまり鬼から命がけで村を守ってくれたのだと考え、親しみを込めて3匹のポケモンをトモッコと呼び、丁寧に埋葬したぜ。そして、傷つき悲しみに暮れた鬼は一人裏山の洞窟へ帰っていったぜ。村人が思いっきり勘違いしてるやん。ゼイユやスグリの先祖であるお面職人は必死に真実を伝えたが、村人たちは自身の歴史を信じてトモッコたちを大事に思っていたため、誰にも信じてもらえずに逆に異端者とされて迫害されてしまったぜ。そのため、お面職人は秘密裏に自身の子孫だけに真実を伝えることにしたぜ。その後はゼイユとスグリの祖父によって主人公とゼイユ、スグリは真実を知ることになり、スグリが真実を伝えたことで誤解が解けたぜ。代わりに早すぎると思ったけど、これはゲーム上の都合でしょうね。それに村人も時代が経つごとに価値観が変化したとも取れるし。主人公とゼイユがオーガポンと会い、この時にオーガポンはお面を落としてしまうぜ。そして、主人公がテラス池でお面修復に必要な鉱石を手に入れ、ゼイユとスグリの祖父によってお面は修復されたぜ。だが、その後にトモッコが復活し、早速トモッコはオーガポンのところに行きお礼参りに行ってたぜ。主人公がトモッコを追い払うも仮面は取られたままだったのでトモッコと戦ってお面を取り戻すことになるぜ。お面を取り戻すときはオーガポンがついてくるのよね。トモッコと戦うときは応援してくれて主人公のポケモンのステータスを上げてくれるぜ。そして、お面をすべて取り戻した後は主人公とバトルすることになるぜ。このとき、オーガポンは4つの仮面を使って戦い、4種類のオーガポンを倒すことでようやくオーガポンをゲットできるぜ。これは当然ながら強制捕獲イベントなので必ずゲットすることになるぜ。この時ボールを持ってない場合は強制的にモンスターボールになるぜ。おしゃぼ勢じゃないから無難にモンボでゲットしたわ。また、ゼイユとの最終戦ではオーガポンを入れて戦わないといけないぜ。オーガポンを逃がしたり、交換したり、ホームに送るなどした場合はそのまま進行するものの、ゼイユの後味の悪いセリフを聞くことになるぜ。また、後編の青の円盤ではゼイユとスグリの前でオーガポンを出すと特殊メッセージが発生するぜ。ちなみに努力値は持ちでリセット可能だし、性格補正もミントがあれば変えられるぜ。ミントや努力値リセットがあるから強制イベントを差し込んだんでしょうね。余談だが、オーガポンのお面は喜怒哀楽がモチーフになってるとされてるぜ。緑の面が喜、かまどの面が怒、井戸の面が愛、石杖の面が楽を司ってるとされるぜ。喜怒哀楽の鬼ってなんかハンテングみたいね。ということでここからはオーガポンの能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。種族値は画面の通りだぜ。純伝説に該当するが、種族値そのものは純伝説にしては控えめだな。見ての通り、高速アタッカーの種族値を有しており、努力値は攻撃と素早さに極振りするエース型が主流だぜ。オーガポンの最大の特徴はお面によってタイプと特性が変化することだな。緑の面の場合は草炭タイプだが、かまどの面は炎、井戸の面は水、石杖の面は岩タイプが第2タイプとして追加されるぜ。お面を変えても種族値は変化しないのね。ああ、お面を変えても種族値は変化しないぜ。ただし、かまどの面、井戸の面、石杖の面に変えるとオーガポンの出す技の威力が全て 1.2 倍になるという隠し仕様があるぜ。これにより、攻撃に努力値を極振りした場合、実質的な攻撃種族値が154相当になるぜ。ちなみに特攻は82相当だが、基本的にオーガポンは物理アタッカーとして運用するので特攻は考慮しなくても問題ないな。お面でタイプと特性が変化するだけでもそれなりに厄介なのに技の威力が 1.2 倍になるんだったらお面を使うのが主流になるわね。技の威力が 1.2 倍になる仕様が判明したことでオーガポンの使用者は大体持ち物がお面だぜ。また、お面はフォルムチェンジ系の持ち物であるため、トリックやすり替えが効かないぜ。デフォルトの姿である緑の面の場合は 1.2 倍補正は乗らないが、その代わり持ち物を好きに変更できるぜ。だが、緑の面は草炭タイプであり、やや使い勝手が悪いため、やはり緑の面を使うプレイヤーは少ないぜ。緑の面でも油断できない強さがあるけどね。一致技はパワーウィップ、種マシンガン、ウッドハンマー、ソーラーブレードといった癖のある大技や火力は低めだが安定していて回復効果もあるウッドホーンが使えるぜ。この中だとウッドホーンを採用するのが主流だな。サブウェポンもかなり充実しており、叩き落とす、トンボ返り、じゃれつく、思念の頭突きを覚えるぜ。使用するお面によって覚えさせるサブウェポンも変わるため、かなり型が豊富だぜ。オーガポンは道具に縛られる割には型が豊富なのね。叩き打ち、二度蹴り、桁振り、カウンターなども覚えるが、カウンターや叩き打ちはオーガポンの性能とあまり噛み合わないため、対戦で見かけるのは稀だな。草タイプなので補助技も充実しており、ヤドリギの種、ニードルガード、怖い顔、アンコールなども覚えられ、補助技を駆使した害悪型も存在するぜ。
また、剣の舞、成長なども覚えるため、高い火力をさらに増強して暴れ回ることもできるぜ。補助技もかなり豊富に覚えるからやれることは相当多いわね。自身の各種タイプに応じた天候操作の日本バレ、雨乞い、砂嵐も覚えられるぜ。ダブル向きの技も豊富でこの指止まれや手助けでサポート役をすることも可能でかなり器用だな。だが、その分特殊技は全然覚えられず、草技とテラバーストぐらいだぜ。草技もマジカルリーフ、草結び、ギガドレイン、エナジーボール、リーフストーム、ソーラービームの6種類と少ないぜ。まあ、オーガポンは特攻が低いからどのみち特殊型は無理ね。そしてオーガポン最大の特徴はテラスタルだぜ。オーガポンはテラスタルによってタイプが変わるという特徴があり、緑の面なら草、かまどの面は炎、井戸の面は水、石杖の面は岩タイプに変化するぜ。さらにはテラスタルすると特性が面影宿しに変化し、この面影宿しは面によって効果が変わる特殊仕様でメガ進化に近いぜ。テラスタルがお面依存になってるってことはテラスタイプは宝食堂で変更不可能ってこと？鋭いな霊夢、そういうことだぜ。なのでオーガポンはお面を変えることでしかテラスタイプを変えられない上に面によってテラスタイプが固定されるのでテラスタイプがバレやすいというデメリットがあるぜ。オーガポンのテラスタイプは草、炎、水、岩の4択しかなく、その上選出画面でお面の種類がわかる仕様のため、オーガポンにテラスタルでの騙し打ちは不可能だぜ。また、テラスタルするとメタモンの変身、変わり物を無効にするぜ。特性イリュージョンのゾロアークや翡翠ゾロアークも手持ちのオーガポンに変身できるけど、テラスタルしようとした瞬間にイリュージョンを解いて元の姿でテラスタルするみたいね。テラスタイプが固定されるという無視できない制約は存在するものの、それを差し引いてもオーガポンは超高性能なポケモンと言えるぜ。それゆえに対戦でも非常に人気が高く、一時はランクマッチの使用率1位を記録したことがあるぜ。今でも使われ続けており、高い攻撃性能、型の豊富さによって人気を博してるぜ。ついでに見た目も可愛いので愛着も湧きやすいぜ。強くて可愛いとかなんかずるいわ。専用技はツタコンボであり、威力、命中100の草技で急所に当たりやすい技だな。この技はお面によってタイプが変わり、かまどの面なら炎、井戸の面なら水、石杖の面なら岩タイプに変わるぜ。オーガポンのメインウェポンであり、大概のオーガポンはこの技を所持してるぜ。このツタコンボで炎、水、岩技を兼ねてるからか、オーガポンは炎、水、岩技を覚えないぜ。まあ、ツタコンボでこと足りることが多いから炎、水、岩技を覚えなくて困ることはあんまりないけどね。ここからはお面ごとの性能を話していくぜ。緑の面は草単タイプであり、特性は無剣気で、自身の能力が下がると攻撃が2段階上昇するぜ。テラスタイプは草固定でテラスタルすると特性が面影宿しに変わり、緑の面の場合は場に出ただけで素早さが1段階上昇するぜ。ちなみに交代して再び出しても面影宿しは発動するぜ。素早さが1段階上がるのでかなり強いが、耐性が悪く、第2タイプがないので攻撃範囲が他の面と比べて劣ってるぜ。その代わり、緑の面は持ち物を持たせられるから道具が判別しにくいというメリットがあるわよね。緑の面でも道具が自由でテラスタルすると素早さを上昇させられるなどのメリットがあり、他の面と比べて何をしてくるか読みにくいぜ。だが、やはり耐性の悪さや一致技の範囲の狭さは大きな欠点だぜ。それゆえに緑の面は4つのフォルムの中でも最も使用率が低いな。それでも他の面よりも何をやってくるか読みにくいので奇襲をかけやすく、侮れない強さがあるぜ。緑の面は本当に見かけないわね。かまどの面は草、炎タイプになり、特性は相手の特性を貫通する型破りだぜ。テラスタイプは炎で特性は面影宿しに変化するぜ。かまどの面の面影宿しは攻撃が1段階上昇するという破格の性能だぜ。草、炎という攻撃性能が高いタイプ複合に火力の高さにより、最も使われてる面だぜ。ドラゴンタイプに弱いものの、じゃれつくで対応可能なのであまり気にならないな。オーガポンのほとんどがこのかまどの面よね。それに炎タイプがついてるので火傷にならず、攻撃力が落ちにくいのも強みだな。ただし、最もメジャーであるということは最も型が読まれやすいことを意味するので過信はできないぜ。それに炎タイプがついてるせいでステルスロックによるダメージが大きくなるぜ。まあそれでもオーガポンの物理高速アタッカーの性能とかまどの面の噛み合いが良すぎるので分かっていても止めるのが容易ではないぜ。罪技なしで攻撃を上げれるとかパルデアザシアニャン。井戸の面は草、水タイプになり、特性は水技を無効化して体力を回復する貯水に変化するぜ。テラスタイプは水固定で面影宿しに変化し、井戸の面の場合は特防が1段階上昇するぜ。当初は特性がアンチシナジーだったこともあって過小評価されてたが、防御面の耐性が優秀なことや、倒倍範囲の広さ、テラスタルによって弱点を大幅に変えられることが評価され、かまどの面に次いで使用率が高いぜ。
井戸の面は使われてなさすぎて貯水にもかかわらず水技をぶち込んでくる輩がアホみたいに多くて驚いた記憶があるわ。今ではさすがに認知されたのか、そんなプレミをする人はほとんどいなくなったけど、個人的に一押しなのがこの井戸の面だぜ。宿り木の種を使った耐久型が最も使い勝手がいいぜ。それだけでなく、元の体勢が優秀でテラスタルで体勢を大きく変えれるので積み技も使いやすく、剣の舞を使って無双することもできるぜ。また、テラスタルすると特防が上がるので鉄の包みに対しても有利になるぜ。こんなに強いのに過小評価されてたのが個人的に信じられなかったな。補助技を駆使することで進化を発揮するので、かまどの面よりも癖が強く、やや扱いにくいのが欠点だな。ぶっちゃけ井戸の面が一番使いやすいわよね。ダブルバトルでも井戸の面は使いやすいみたいだし、石杖の面はタイプが草、岩となり、特性は一撃技を無効化し、HP 満タン時に必ず体力が1残る頑丈だぜ。テラスタイプ Y は固定で特性が面影宿しに変化するぜ。石杖の面の場合は防御が1段階上がるぜ。当初は安定した岩技のツタコンボが使えること、頑丈が強力だったのでそれなりに使われたが、鋼タイプにほとんど無力であることやテラスタル性能の低さから緑の面に次いで使用率が低いぜ。石杖の面は思ったよりも使いにくくて逆に驚いたわ。ただし、かまどの面、井戸の面と比べてテラスタルを切ることが少ないので他のポケモンにテラスタルを避けれるため、メリットでもあるぜ。それゆえに石杖の面の場合はテラスタルしない方が強いとされてるぜ。タイプも草、岩は弱点を消し合ってる複合であり、複合そのものは優秀と言っていいぜ。それに頑丈も厄介な特性のため、石杖の面もやっぱり強いな。これでオーガポンの解説は終わりかしらね。総括するとオーガポンは好奇心旺盛で寂しがり屋なポケモンだぜ。DLC 解禁ポケモンなだけあって高い性能を誇るポケモンだな。そうね。ということでオーガポンの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。